12月11日6時26分の相場解説になります。まあデイリーを見てみますけども、これもずっと言ってることなんですけども、こう下がってきてね、だからここがきっかけになってこういうふうに上がっていったよってことなんですけども、ちょっと今まで解説とちょっと変えるのは、ここがね、元もね横ばいになってきたんで、右肩上がりではないなってことなんですよね。そういうふうにね、大和くんも言ってますね、泣いてますね。で4時間の方を見てみると、ちょっと大和くん興奮状態にありますけども、解説はねそのまま続けます。ね、ここに大きな山があって、でこれちょっとちっちゃく山があって、ここにまた大きな山があって、今またねちっちゃめの山に入ってきてるところなんですよ。だからこの辺りに収まっていくのかなっていうところと、この辺りに収まっていくのかなっていうところの2つですね。で1時間なんですよね、肝心な主戦場の1時間なんですけども、N が書かれたっていうのをこの前申し上げましたね。 N が出て大きく下に下がったよってことで、そこからなんですけども、見方によってはね、これディセンディングトライアングルに見えるんではないかなっていうお話もあったんですけども、いやしかしね、ディセンディングトライアングルにしては2回しか下を叩いてないんですよ。でディセンディングトライアングルってのは、この辺も下に当たったりとか、この辺も下に当たったりとかしないとなかなかそうは呼べないのかなと思うんで、ディセンディングトライアングルで下で大きく下がるっていうのも一つの見方なんですけども、その可能性は低くて、でこれ後付けなんですけども、ほら上の方に行ったでしょっていう風な形でね、これはどちらかというと、まあレンジに近い形なのかなと思いますよね。こっからここまでのレンジですよね。まあまずはここかな、この辺りでレンジ引いてってことなんですけども、ここからね、言えること、昨日の時点で買いっていうのが入れれば、言えればよかったんですけども、昨日はね買いで入るタイミングちょっと失いまして、お話したようにその前の日にね買いで入ろうと思ったら、なんかあんまり上の方に行かなかったんで様子を見たところなんですけども、1日遅れてね買いで入ってれば、まあ、よかったかなということを今振り返るんですよね。さあここからなんですけども、引き続き私は買いでみようかなと思います。というのが、まずはここよりも下に行かないだろうと、ディセンディングトライアングルじゃないだろうというふうな一つの見方ができたことですね。まあ1日前だったらディセンディングトライアングル疑ったかもしれませんけども、どうもそうではないぞと、これからは買いの方で見ていってもいい。ただですね、買いへのレンジがあんまりね広くないんですよね。この辺ぐらいしか取れないんで、あんまりこうね美味しくないかなと思います。15ピップスくらいは取れるかなと思いますけども、まあ15を狙いに行くほどでもないかなとね今思ってますね。まあですんで、ここまでが見えればってことなんですけども、見えないんでね、ここまでは、ここまで取れるんだったらね見てもいいんですけどもね。ということでね、一つの結論としてはですね、まあ買いなんだろうけどもエントリーはせずですね。これは今日はそんなところでございます。買いなんだろうけどエントリーせずということです。で最後に移動平均線とゾーンっていうのを私使ってないですよね。これね2019年はこの2018年の得意分野を使わずにやってみようかなっていうふうなね、愚かな試みをずっと続けてるんですよね。まあですんで、もうちょっとそれ頑張らせてもらって、しばらくしたらね、もう一回ゾーンとかね、それから移動平均線とか反映させていこうと思います。おそらくですね、私の相場解説ずーっと見ていた方は、勝率落ちたんじゃないかなっていうふうにね、思われたと思いますし、解説が分かりにくくて難しいなと、移動平均線使えばいいのにと、ゾーンはどうしたんだって思ってるかもしれませんけども、得意分野を使わずに、またね、あえてね、得意じゃないところで戦ってみて、いろんな技術を身につけたいと私は思ってるんですよね。もともと2017年は全ての技術がなかったところから始まりましたんで、一歩一歩得意分野に依存しなければ新しい力がついてくるのかなと思っております。まあもうちょっと今年いっぱいはねこのままやらせていただきます。来年からはねもうどんどん勝てる相場解説をお見せしていきますので、ゾーンや移動平均線もう一回復活すると思いますよ。まあそうなったら私多分強いですからね、ご期待ください。今得意分野じゃなくて不得意分野にあえてトライしているところだとお捉えいただければ幸いです。それではいってらっしゃい。